勅使河原町公式ニュース。皆さんこんにちは、勅使河原町公認アナウンサーの川上亮介です。今日はすごいコラボ企画になります。川上の元フレーズ UHB さんとのコラボ企画。おまあ、ご存知の方も、ね、いらっしゃるかと思うんですが、私 UHB にいた時実は自転車キャラバンということで道の駅を全部制覇するという道の駅完全制覇プロジェクトっていう、まあ、自転車のプロジェクトをやってまして、それを、まあ、引き継いでくれたというか第2弾第3弾をやってくれてるのが僕のもともと後輩だった江上アナウンサーなんですけども、今日なんとその江上アナウンサーが勅使河原に来て自転車を漕いで街をたくさん取材してくれるということです。その裏側に僕たちは密着したいと思います。おお、いいんですか。いやちゃんと UHB さんに取材依頼書も提出させていただきました。しっかりとやってますね。 OK いただいたんでやっていきたいんですけど、今日この天気です。ここから自転車の旅がスタートするということで、まあ、屈斜路湖の方に降りていって勅使河原町内取材ということなんですが、来たか、あれかも、すごいタイミングかも。あのハイエースかな、もしかしたら。あー、いますね。あれかな。いや、ちょっとわかんないですけどね。ぽいっすね、でも。ぽいよね。あ、で、まあいいや、いいや、ちょうどいいタイミングだ。今日、僕たちがこうやって裏側を取材することは、UHB のディレクターには伝えてあります。なんですけども、江上アナさん、一切知りません。なんで、バレずにどこまで皆さんの取材の様子を映像として残せるかっていうところが大事なんで、ちょっと私ふざけすぎないよ。はい。そこは。で、一応お仕事で来てるんで、邪魔にはならないで、はい、しますんで、完全にあれですね。完全にあれですね。あれです。はい。今多分もう、あっ！天気悪いね。まあ僕自身も、ね、勅使河原の魅力を伝えながらも、UHB さんのこの裏側もね、伝えていきたいなと思う。何よりも江上アナウンサーに会うのも久々なので、最後はちゃんとインタビューしたいなと。一日過ごした感想を江上アナウンサーにも聞いてみたいなと思います。それではお楽しみ。行こう。でもこれちょっと僕らサイド、盗撮する側のサイドとしては、この切りちょっとありがたいですよね。そうっすね。結構やっぱ視界が悪くなってるんで近寄りやすいというか。うん、ちょっとこの後は僕ら少し先回りして、待ってたいなと思うので、ちょっと今あそこで用意してますけど、横車で通って一回峠降りようかなと思います。横通るんですね。横通りましょう、多分大丈夫だと思う。準備してますね。あ、攻めますね。あ、でも全然大丈夫だ。全然見てない。頑張れ江上。まずは第一関門。まず第一関門突破です。僕ちょっと今ウズウズしてきてて、やっぱりその自転車を漕いでいた、まあ、かつての一先輩としてちょっと江上くんの漕ぎを近くで見たい。おいおい、どう見るの。ちょっと準備してます。おい、あんまふざけるんじゃないって俺に言ったくせに。ちょっと準備したいなと思います。わかりました。はい、はい、準備完了です。まあこのね、後ろ見てもらっても分かるように、まあ、この辺り屈斜路のエリアっていうのは結構酪農家さん、農家さんが多いエリアになるので、ちょっと一旦僕も、農家さんっぽい感じでつなぎをちょっと来て、さあすれ違いポイントにやってきました。UHB さんのディレクターから出発したっていうメッセージ届いたので、こっちに江上アナさん向かってるようです。このまま僕がこういう風にですね、歩いていくところを、横をすれ違ってもらいたいなと思います。江上アナウンサーの、自転車の漕ぎ具合ですね、チェックしていきたいと思います。今来ました、来ました、来ました、来ました。完全に不審者ですね。さあ、意外と来ないぞ。あ、来
来た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 。さあ来ました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 、チャリ来た、チャリ来た、チャリ来たぞ、チャリ来たぞ。さあ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 、来た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 。さあどうなるか。来た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 。さあ運命の瞬間、運命の瞬間。戻ってきました、戻ってる、戻ってる、戻ってる。行った、全然気づかなかった、危ねえ。いい漕ぎだった、いい漕ぎだった。どうでした？ちょっとね、歩き始めが早すぎてそうですね、こっちのカメラ撮れた、結構撮れたんですけど、ちょうどすれ違った瞬間、木にかぶさってましたでもなんかそのすれ違ったところは見えたんで、いや僕も一応撮ってたんで、ああ、もうめっちゃ緊張しためっちゃ緊張したし、なんか車の音なのか自転車の音なのか分かんなくて、あ、そっか、見てないからね。でもバレてないです、多分バレてないね、はい、であとね、いい漕ぎっぷりでした、よかったです。はい、この後ちょっと弟子川町で作ってるマンゴー取材に向かってるみたいなんで、ちょっと追いかけたいと思います。お疲れ様でした。あ、来た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 、今来た来た来た、ちょっと帰ってきた、はい、来ました、お、来てます、本当だ、はい、あ、いるいるいる、あ、来ました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 、無事に、次の目的地に今入ってきますね。次に江上アナが訪れたのは、弟子屈町産のマンゴーを生産するファームピープルさん。豊富な温泉熱を活用し、この道東の地でもマンゴーの栽培を行っています。ふるさと納税でも出品されているので、ぜひ皆さんもご堪能ください。さあ、お昼休憩を終えて、摩周温泉にやってきました、道の駅です。江上アナウンサーのやっぱね、取材とか喋りもね、近くで見たくなっちゃった。まあ僕もね、まだアナウンサーの仕事は続けてるので、でかつ僕のこのね、弟子屈というホームグラウンドで江上アナウンサーがどんな取材をしてくれるのかをこっそり近くで見守りたいなと思います。高橋くんはここからは、UHB さんにも連絡していて、川上が今日来れなかったんですが、江上アナウンサー来てくれてる様子を記録に収めたいので、弟子屈町公式チャンネル側として取材をさせてもらうということになっているので、でここからは高橋くんを見張りして OK、 江上アナの活躍を取りながらも、そこら辺にちょこちょこしてる川上も取っといてほしいです。わかりました。ちょっとスタンバイして、楽しいです、はい、思います。よそよりかなり早い時間でですね、江上アナが到着しました。UHB のディレクターと高橋くんが合流しました。打ち合わせしてます。当初の予定だと道の駅の取材の予定だったんですが、まだお昼を食べてないということで、弟子屈ラーメンに今行きました。漕いでます、漕いでるね。こういうね、移動も車は乗らないんですよ、この企画は。井上アナさん、すごいなと思ったのは、その隙間時間に休んでる方々にミンテレの告知とこの番組の説明をしてたんですよ。ちょっと感想を聞いてみようかな。すいません、こんにちは。弟子屈町を取り上げてもらってるので、ね、ああ、これこれこれ、おお、すごいすごい、そう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 、今があったら、はい、何してないくんだろうって思ってたの、はい、そしたら彼がそっちから来て、はい、お話伺って、よかった、私、楽しかったですよ、すごい楽しかった、あ、全然なんか高青年で、そうそう、とても爽やかだよね、本当に、分かってました、いや、よかったです、はい、いや、いい後輩だね、いい子、後輩ではないかも。素敵ですよ、やっぱ大事ですよ、そのね、カメラが回っていないところでの立ち振る舞いというのはすごい大事ですから、あとはこの後ね、また道の駅来るみたいなので、
ちょっと一旦僕らも休憩して待ちましょう。1メートル横に江上アナが。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。